エンジンのことなんだけど、匠のやつ前のエンジンより遅いって言ってたぞ。ああ。お前、なんか細工したのか？やるわけねえだろ、そんな面倒くせえこと。だったら変じゃねえかよ。別に変じゃねえんだよ。匠の言ってることは正しいんだ。え？なあ、ゆういち、わかんないのか？ちょっと考えればわかるぞ。まあいいや、わかんなきゃ。切るぞ、今忙しいから。あ、ちょっと待て、おい、ブンタ。何なんだよ。今日で何日目だ。くそ、全然思うようにいかねえ。アキナの八六が蘇った？ケンタが走ってるところを見たって話だ。間違いなく藤原豆腐店って書いてあったそうだ。乗せ替えたのかな、新しいエンジンに。見ておく必要があるな。ああ、来た。このエンジン音は。兄貴、今の。ああ、まだ十分に乗りこなせちゃいないようだが、恐ろしい車になってよみがえったものだ。ずいぶん遅かったじゃねえか。何かあったのか？別に、配達終わった後秋名を登ったり下ったりしてたんだ。だいぶガソリン減らしちまった。ごめんな。ええ、構わねえよ。親父。ん？難しいな、あの車のコーナーリング。前の車で思い通りにやれたことが今のだとできなくてさ、すげえ悔しいよ。いろいろ試してみてるんだけど、うまくいかねえんだよな。いい傾向だぜ。足回りのセッティングより自分のテクでどうにかしてやろうって意気込みがな。しばらく悪戦苦闘してみろ、匠。考えて試行錯誤することが大事なんだ。知らないうちにこの車はお前のテクの幅を広げてくれる。今までよりもさらに上の領域へ向かうための道しるべってとこか。